こんにちは、カワポンです。バスナッピさんの情報が2020年12月に更新されていましたので、前回ご紹介した青山学院大学の共通テストの予想ボーダーの情報を見直してみました。結果、共通テスト利用入試と一般入試の両方において共通テストのボーダー予想の変更は全くありませんでした。前回と同じボーダー予想になっていました。変更がないことをお知らせするのも意味のあることかと思いましたので、前回と同じ情報ですが再び増加にさせていただきました。手抜き動画みたいで申し訳ないですが、全ての学科を変更かないか確認しましたので許してください。この画面は共通テスト利用入試の共通テストの予想ボーダーになります。合格可能性 50% の数字になります。次に行きます。こちらが一般入試の共通テストボーダー予想になります。ご存知だとは思いますが、青山学院大学の一般入試はほとんどの学部で共通テストが必須になります。そのボーダー予想になります。こちらも前回と変更はありません。なお、青い枠の学科では共通テストは必要ありません。共通テストに失敗した生徒が流れてくる可能性がありますので、これらの学科の倍率は上がると予想しています。全学部入試も共通テストはありません。今日は以上になります。短めですが、ありがとうございました。